ヤマハ、うん、インプレスドライブスタータイプ D ですね。まず2種類になったんだね、うん、この S と全然違うよ。まあ、D はでかいです、うん、で S はもうちょっと小ぶりでディープっぽい、うん、で一番の注目はこれがカーボン、うん、8軸なんちゃらって感じだ。はいはい、カーボンフェイスです。色が艶消し黒だね、うん、テフロン何ってなんかあの焼肉焼けそうなカーボンっぽくはないですね。だからあの、うん、テラムドみたいにあのシートを PU のなんか、うんうん、あれをやってない樹脂みたいな、うんうん、で D なんでちょっとヒール後方に向いて、うん、で若干のインナー車感だけどほぼないねこれは、うん、あと何も調整がないとスリーブとかのね。あとすごいまっすぐです、割とそんなに左向いてない、うん、でシャフトが純正のスピード NX、うん、TM425DSR TM? テーラーですテーラーメイドじゃないよね。 SR ね、振動数が223ぐらいでした、うん、ちょっとヘッドスピード40ぐらいで打ちます、うん、ユピテルで43ぐらい。ちょっと上目や。おお、いってるぜ。うん、うんうん、こんな感じ D ですね、うん、あー D ですね。あー D だな、めっちゃ左行くやん、うん、もうちょっとじゃあストレートにちょっと先っぽいんで、ちょっと逃がしすぎましたね、うん、とはいえ右に逃げてはいかないね。そうで、スピン量も今ので3000入るかな、うん、ちょっと下目、うん、いや初速ねずっと出てるよ。結構弾強いね。強い。だからゼクシオのヘッドスピード40台と比べたらちょっと飛ぶんじゃないっていう感じ、うん、うん。いいよ、飛んでるんじゃないの。いいと思います。はい、45。本当だね、あんま思ってる左向いてないね。そう、左向いてないよ、ほぼスクエア。あー、それ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 30ヤード40ヤードぐらい左ストレートに近い。あー、それそれそれ、いいじゃん、左20ヤードで、音はねやっぱ普通、テーラーより普通、うん、打感もいいでしょ。あの打感と音がちゃんと合致してる感じ。僕はテーラーより好きかもしれない。いや、僕もいいと思う。あ、いい球。あ、これは飛んでる、うん、めっちゃいいね。スピンは多いけど10.5 度なり、うん、ちょっとストレートに右に打ってみて右ストレートっぽいの打ってみて、多分3000回転超えてくる。あ、それ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 いいじゃん、3200ぐらいね、うん、そうなんですよ、ストレートで言ったら。だからこれ多いってわけじゃないから、うん、捕まるのを逃がしたこの結果だから、うん、やっぱ、いや、逃がした、逃がすぎ。いや、もうそうなりますよ。ゼクシューで僕進めれるな、これ、うん、じゃあヘッドスピード50。
この D を逃した結果、こんな球ですっていう。いい球だったよ。うん。うん、これでも左行ってない方だ、うん、うまく打ってる方だ。よく特性を抑え込んで打ったね。でもこれシャフトもいいのかもしれない。いいよ、振りやすいよね。あんま癖もないし。そう、あのなよなよしてないね。してない。うんうんうん。いやでももう捕まっちゃうよ、うん、っていうことなので、多分ベストなのは43以下、うん、S とかにしても、うん、でそんなにフッカーじゃなければこういうちょっと上から打ちに行くタイプの人、これシニアじゃなくてもね、4,50 代でもいけるんじゃない、うん、はい、感想です。はい、ヤマハ、うん、ドライブスター、うん、タイプ D、うん、これ前作1機種しかモデルがなくって、うん、今回から S と D になりましたけど、うん、やっと UD プラス2感が戻ったというかね、うん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 、前作が本当にね、あのアスリート寄りすぎたというか、うん、あとほらロフトでとシャフトでも前作はなんか違ったみたいでしょ、うんうん、結構。けど今回に関してはもうかなりこの D のモデルは UD プラス2とか、まあ他で言うとゼクシオとか、うん、まあ、その辺とこう比較できるようなモデルになってますね、うん、なので数値も、まあ、僕らのヘッドスピードも45とか、50とかで打つとやっぱスピンがすごい多いんですけど、うんうん、ヘッドスピード40以下ぐらいで打つと結構ね、割とやっぱ適正だし、うん、まあでも弾道は高い、うん、で捕まる、めっちゃ捕まる、うんうん、ただやっぱヘッドスピード40ちょっとぐらいの人は、まあ程よい捕まりとかぐらいになると思うので、まあやっぱ適正な対象のユーザーがいるとは思うので、まあそこで言うと本当に前作よりかは、よりシニア向けな、より優しい低ヘッドスピード帯に向けたドライバーなのかなとは思いますけど、やっぱり2つにモデル分けたのは、良かったんじゃないですかね、うん、っていうかさらに S がね尖ってたんで、ね、そうね、よりアスリート側になってたんでね、うんうんうん、だここの S と D の差は結構でかいですよ、うん、同じ 10.5 度でもちょっとここまで違うの、うんうん、じゃあ S の 9.5 結構ハードだよって思えるぐらい S はアスリートっぽい雰囲気だったので、ただこのカーボンフェイスはいいですね意外と、うん、そうね、うん、あのテラメドの QI 点とかよりかもちゃんとこう飛んでるなって、うん、スピードが遅くても感じれるような音だったり打感はすると思いますね、うん、もしかするとゼクシオより飛ぶんじゃないかと僕は思ってます。そうね、あの弾き感がね、そう、うん、ちょっとこう、まあ、捕まりとロースピンの雰囲気もいいですしね、うんうん、意外とおすすめです。うん、まあ、ただ僕らにはちょっとねだいぶ飛距離ロスが出てますので、うん、すごい右に逃がしてね、ランチ17度の3200-3300回転とかあるので、うんうん、まあでもやっぱりこう合わない人にとってはね、まあ、こういうヘッドスピードであまりこういうドライバー選ぶってことはないかもしれませんけど、うん、まあ大体は42とか3以下、まあ、42以下ぐらいだと思いますんでね、うん、でもそれぐらいより、うん、それぐらいの人にとっては全然飛距離伸ばせる、うん、軽量ですから、うん、ヘッドスピードも上げれますし飛ばせるんじゃないかなと思います、うん、はい、以上です。はい、ありがとうございました、はい。